俺と私カメラ部夫婦写真いや一個第21回目神戸でスナップ編です。やっぱりですがあなたの方がいい。はい、21回目、はい、神戸行ってきました。この前21回目で関西行きますって、うん、はい、宣伝じゃないけど宣伝じゃないな、お伝えしたように、はいはい、あの行ってまいりました、はい。21回目は神戸だけど、うん、22回目は、うん、どこかな、あの実際行ったのは、うん、京都、奈良、大阪、神戸、はい。まあその順番はどうなるか分かんないけども、はい、一応最終日神戸で、そうそうそう、はい、待ち合わせしていただいて、うん、あの案内していただいた方が、ね、あの最後に登場いたします、うん、はい。お声はちょっと動画の方で、うんうん、あのすごくあの本当下見までしていただいて、うん、本当にあのなんだろう、もう細かく気遣いしていただいて、そうだ、ね、本当に助かったね、楽しく、うん、そうだね、楽しく撮りまくりました。あの神戸らしい写真が撮れたかなと思っています、うん、はいはい。でまず、はい、9時過ぎ待ち合わせして、はい、シティループあの、うん、観光地へこう、うん、連れてってくれるあのアンパンマンがマークの、アンパンマンいた？いたよ。ああ気がつかなかった。正面に。あ本当に、うん、あ。気がつかなかった。バスが来た時にグリーンのバスで、うん、正面にあった。運転手さんの下にアンパンマンがついてた。あ本当、うん。気がつかなかった。うん、まあ、このねあの、はい、バス停のマークっていうかそのシンボルは俺も撮ったんだけど、はい、これなかなかいいよね。おしゃれだよね。うん、そう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 、うん、穴も開いてて。うんうん、そして。はい、乗って向かったのが、はい、メリケンパー パーク、はい、あのポートアイランドかな、はい、にある、うん、B 神戸のモニュメントで、そう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 、写真は撮らずにだっていっぱい人いてね、なかなか撮れないんだよね、若い子が多かったし、うん、なんかちょっと抵抗があって、恥じらいがあって、あの撮ったらって言っていただいたんだけど、ちょっと、うん、恥ずかしかったね、はい、恥ずかしかったですね、うんうん、でこの時はい、虹が出ました。そうだね。はい、ご飯食べた、うん、ご飯あの、あとくらいかな、うん、ご飯食べたてる時にあの一生懸命写真撮ってる人がいて、そうそうそう、なんかどうしてもカメラ持ってる人見るとちょっと見ちゃうんだけど、うん、なんかずっと撮ってて、でスマホで撮ってる人もいて、うん、でその、 あの撮ってる先を見たら山の方に虹がかかってて、そうだよね、うん、あの風が強かったから、うん、お天気が変わりやすくて、そうだね、すぐなくなったね、うんうんうん、あのお会計してる間に、そうだね、うん、ご飯ね食べて外に出てみようかと思ったら、うんうん、12時過ぎだったけども、うんうん、虹が見れたと。虹が見れた、あ 虹ね、虹です、あそうだね、ちょっと虹、虹ね、うん、虹と虹は違いますそうだね、うん、虹違いだね、はい、そうですね、虹だけに、あ出るね出るね、うん、でね、そして、うん、まあその、まあ、前に、はい、あのいろいろ散策してる時に撮った写真がこれ、うんうん、はい、これあの最初 B 神戸撮ろうと思って、うん、穴覗いてたでしょ、うん、そうかもしれない、うん、ね、で結局広すぎて、うん、B の B しか撮れなくて、うん、諦めた、うんうん、まあそれもそうだけどもね、うん、こう穴からパッと見たらね、うん、このあの神戸ポートタワーかな、うんうん、の赤がね、赤が綺麗に見えたんで、うん、こう急いで行ったんだけど、うん、人がね、うん、結構たくさんこう歩いてて、うん、その隙間を狙って撮りました、うん、でも私とあのその案内してくださった方と、うん、あのあなたが撮ってるのを見てたんだけど、うん、無理だろうって思って見てたんだけどあのきっちり入ってますね、うん、じゃあって言えたもん、うん、あ素晴らしい、うんまあまあまあそんな感じ で、はい、うん、まあこれで、ポートあじゃなくてメリケンパークか、メリケンパークを、はい、見せていただいて、はい、その後布引きハーブ園、うん、にロープウェイで登りました。そう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 、はい、でロープウェイでもちょっとアクシデントがあり、うん、もうあのちょっと怖かったねえ、一人騒いでたね、うんうんうん、まあそこでまた、はい、たくさん花、あの花じゃなくて、ポートレートじゃなくて
写真のこと写真のことそうあ、いろんなスナップショット、あ、スナップ、うん、スナップショットを撮って、うんね、来たの、ね、スナップが出なかったの、ね、スナップが出なかったの、うん、まあその写真も合わせて、うん、見てください、はい、はい、ではどうぞご覧ください。はまだか。まだですね。そうそう、それなんですけどね。水がない。ああ、ないない。水がない。ちょろちょろ。ちょろちょろだ。雨降ったのになんこの間。びっくりやね。一応滝です。あそこにはなんか神社とかなんかですか。なんかね、いろいろあるみたいで、ね、私も近くまで行ったのに。遅くなった急に、はいはい。ここは誰かなんかしたんじゃない？こちらはモーベル、キャノープレーです。
ただいま安全確認のためロープウェイを停止しております。しばらくお待ちください。ちょっと何、本当に怖かったんですよ。そうみたいだね。なんか一人で騒いでたけど。いや、あのお二人とも全然どうしてなかったんですけど、私は怖いと思って。確かにね。あの高所ダメですね。急に止まったからね。うんうん、あの揺れる吊り橋とか、うん、もう無理ですよ。行けませんから。そうだね。うん、だから、まあの。ロープウェイ止まったアクシデントはもう多分一生忘れない。ああ本当、布引きハーブ園ロープウェイ止まる怖かった。思い出に残ります。あ本当、うん、へえ。で滝ちょろちょろみたいな。滝ちょろちょろ。でもすごい晴天で、うんうん、そうだね、気持ちいいお天気と、うん、あの案内きめこ、うん、あの優しい、うんうん、お気遣いいただいて。そうだね、はい。あのすごい割とパラパラとなんだけど、うん、大粒の激しい雨が降って、うん、なんかすごくあの幻想的で良かったな、うん、結構ね降ったり止んだり、うん、降ったり止んだり、うん、晴れたり、うんうん、目まぐるしい、ね、うん、変化だったね。いや、あのとてもいいお天気だと私は思いましたよ、うんうん、そうだね、うん、これ船がちょうど出るところでカモメがいっぱい飛び立ってて、うん、なんか女子2人なんかいい雰囲気で佇んでて、あ、そうだね、うん、あの何枚か撮った、3枚ぐらい撮った。そうだね、うん、女子だからこのお二人のことが違って、その先にいる女子ね。いや私たちも女子よ。あの死ぬまで女子だから。だからそこがね、うん、ちょっと話がね噛み合わない。かわいい、噛み合わない。でもなんかあのサイトとかでもなんかカメラ女子って言うけどおばさんやんかみたいな、なんかそういうコメントをなんか、うんうん、あの見かけることがあるんだけど、女子は女子です。そうだね、うん、いつまでも女子です、うんうん、そこは温かく見守ってほしい。いや俺は温かく見守ってるよ、うん、そう、うんうん、なんかちょっとあの何も何もささくれるような言い方したよ今。いやいや言ってない言ってない、してね、いやいやね、いやでも本当にね、また最後に、あ最後にじゃないね、あのお天気もまた良くなって、そうだね、良くなってね、うんうん、本当良かったね、うん、今回あの、はい、本当にね神戸、うん、楽しく、はい、あの案内していただいて、もうずずしくちょっとお声かけさせていただいて、うん、そうだね、でもあの本当に素晴らしい神戸の思い出が、うん、そうだね、うん、あのスナップどうでした、私の。いや普通だったよ。あ良かったよ。この前のさ、うん、なんかこう何をこの観光のスナップじゃない感じはなかったよね、うん、あだからなるべくこのここはメリケンとかここはモザイクとか、うん、あの分かる写真を出しました、うんうん、分かんない写真もいっぱいあるんだけど、そうだね、うん、あのハーブ園でもロープウェイのこの窓から見えるロープウェイとか良かったでしょ。良かったよね、うん、あれちょっと気にしてるんだ、うん、そうだね、うん、まあそんな感じで、はいはい、今回21回目、はい、神戸でスナップ編、うん、楽しく、うん、あの写真撮ることができました、うんうん、はい、おかげさまで、うん、はい、あの案内していただいた方には本当に感謝、うん、感謝してますです。また、今後ですね、うん、先ほど言いましたように、うん、大阪、京都、奈良、はい、多分3つ3つ出せるかな。3つも3つも出せるかな。京都と奈良一緒でいいんじゃない。いやちょっと、うん、結構ね京都はいい写真もあるからね。いやもうねすごい歩き疲れました、うん、そうだね、毎日2万歩以上歩いてて、うん、あの4日間でトータル8万超えです。そうだ、ね、8万歩超えです。そうだね、あの、はい、帰ってきたらもうガクガクだったから、うん、2日ぐらい疲れ取れませんでした、ね、そうだね、歩くぐらいね、うん、ということで、はい、第21回目、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、元気で神戸でスナップ編でした、はいはい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。 'Cause you too